とう、いよいよです。始まります。この厚別陸上競技場でですね、はい、なんかもういわき FC がエンジン組んで、始まりますね。3なのかみたいな、はい、まあ、その辺はちょっと試合を見ながら少しこう見ていきたいなと思います、はい、さあ始まりました、はい、立ち上がりが非常に札幌さんが少し慣れてきてボールを主導権握り始めて、我々の方がミスが多くなる、そしてセットプレー、ここちょっと気をつけた方がいいです ね、 そうですね、マークを外さない、マークをつかむ、あ、来た、うん、危ない、よし、危ない、今のは危なかった、あ、中ずれてこい、よく追い越される、見る、うん、中、中22番、ナイスキーパー、今のがシュ、ここであとは長いボール、翔太で、まあ、でも翔太はね、うん、今夜強いですからね、そうですね、うん、おハンド入った、ハンド、冷戦、冷戦を決めたの、入ったぞ、入ったのか、あれこの悪い雰囲気の中でキム・デセンもびっくりみたいな、あれ入っちゃったって顔してるけど、キム・デセン両親来てるぞ、あれ入っちゃったって感じだったね、すごいですね、キム・デセンの満面だけど、これはオノス、あれキム・デッセンが最後押し込んだ相手は手に当たった、急に来ちゃったみたいな感じだったけど、ドドドンって、落ち着いて、しっかり前、後ろ後ろ、そうキム・デッセン戻った、しっかり、やられた、やられた、さあ次行こう、ここでしっかりもう一回攻め続ける、時間はですね89分、戻り切れなかったね、そうですね、44分後半、残り後半44分で、1点札幌が手を取りました、この1人前入ってこないと捕まっちゃうよ、おっ、言葉した、おお、出てきた、出てきた、やったよ、2点目、すげえ、キム・デゼン、すごい、よし、キム・デゼンのお母さん、お父さん見てますか、すごい、ほら、言った通りだろう、すごい、大倉総監督の言った通りになりました、言った通りになったんだろう、これ田村監督、うわー、もう最高、もういいよ、もう北海道まで来た甲斐があった、審判もレフリー終わってるよ、最後だぞ、48分もう終わってるよ、終わってるよ、さあ跳ね返す、オフサイ、うわなんという展開だと、そこで試合終了、そこで試合終了か、よしよし、切り替えよう、切り替えよう、アップして周りが見えてるからね、はい、うん、ハンド、およし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 、池田、誰が蹴るんだ誰が蹴るんだ平岡だと思う、平岡ですね、うん、落ち着いていこう、落ち着いて、そう落ち着いて、よしよし有明ドームの皆様、3対2です、3対2です、よし、レッド&ブルー壁の皆様、3対2ですよ、一番面白い試合ですよこれ、おーナイスだ、平岡、平岡は守備も頑張ろう、よしよし、強い強い、いけ、シュートで終われ、落ち着いてる、そこで4点目、いやよっしゃ、最高だよこれ、ちょっと今の翔太おしゃれじゃなかった、翔太そんなプレーできたの、いや今のさ、皆様4対2ですよ、今のさ平岡がさ倒れなかったプレー見た、すごいですね今の、まさにドームアスリートハウスのパフォーマンス、はい、トレーナー鈴木拓の、拓ありがとう、タクのおかげだと、タクありがとうね、そしてショートの見たことのないをしていただいたと、ありがとうございます、初めて、そして小野瀬来た、もう1点取ったぞ、小野瀬怪我から復帰頑張った3点目、やっぱ3点目取りいってるもんね、小野瀬いいぞ、うん、辛いリハビリから頑張ったな、ね、嬉しいね小野瀬ね、よかった、完全に札幌さんの足が止まっちゃったよね、うん、止まっちゃった、
山瀬いい笑顔してる。よしよしよし、よくこれまた行きましたね、うん、いやうまいよこれ多分ね、彼狙ってるよね、一回こう開かせて寝かせてっていう、非常にそこのうまさを持ってるね、やっぱ得点感覚はね。どんどん1枚超えた、2枚超えた、ね、まだこいつらまだまだ動けるね。あ、まだ動けますね。よし